日渋谷系三昧。はい、続いていきましょう。埼玉県21歳女性みーこさん、渋谷系が大好きな大学生です。高校生の時に毎朝電車で聴いていた思い入れのあるこの曲をリクエストします。ビーチェさんの曲でアンアプラデイですね、はいはい、ではこの2曲を続けてどうぞ。ゆかりフレッシュでゆかりんディスコ、ビーチェでアンアップルアデイ、2曲お聴きいただきました。いや、ガーリーいいね。ガーリータイムいいですね。今のなんてもうずっと聴いてたいな。あのウィスパーボイスビーチェさん、そうそうそう、うん、いや、あの渋谷系のそのガーリーバージョンは、はい、比較的ウィスパー率が高いじゃないですか。そう言わればそうかもしれませんね。ウィスパーと渋谷は何かこうあれあるんですか、ウィスパーボイスと。やはりあのフレンチロリータの影響をなんて若干感じさせるっていう意図があるのかもしれませんね、うん、フレンチポップかなんかさ、とかさっきもその多くを語らないとしたけど、押し付けがましくないところもやっぱ一つの要素かもしれないよね、この渋谷系サウンドのさ。非常に耳馴染みが良い。そうなんだよね、うん、なんかこうなんていうのかな、こうなんかさすってくれるというか、お腹をさすられてる感じ。お腹さす、りょうちゃんってこう、うん、お腹をさすられてる感じがするよね。ちゃんって、うん、ごめんなさい、やっぱこれぐらい時間出すとね、はい、例えが全然いいの出てこない。いいんですよ、全然。あのそういうゆるい感じで、ねね、皆さん聞いていただいてると思いますので、はい。